リビア上空を覆う砂嵐。この下ではハムシンが吹いていると推定される。2005年に1月1日。ハムシンとは北アフリカやアラビア半島で吹く砂ン嵐を伴った乾燥した高温風のこと。カムシンとも呼ばれる。地方風の一種でシムーンやシロッコと類似した現象である。ハムシンは地中海南部や 北アフリカの沿岸部を西から東へと低気圧が通過する際によく発生する。時期的には春が中心で2月から6月にかけて多い。エジプトでは例年は4月にハムシンが吹き始めるが年によって3月や5月の場合もある。風は砂漠から膨大な量の砂塵を巻き上げて運び、風速は時速 140km に達する。また、 ハムシンがもたらす高温は、わずか2時間で気温を、摂氏20度も上昇させることがある。俗に、ハムシンは50日間隔でやってくると信じられており、その名前も、50日を意味する。しかし、時には週に1回以上の短い間隔でやってきて、数時間も強風が吹き続ける場合がある。19世紀の記録にはこう記されている。この風は、上、エジプト地域で、歌詞95度。 下エジプト地域で105度くらいであるにもかかわらず、地元民も蒸し暑いと感じるほどの、ひどい暑さである。エジプトで何度かペストが流行したことがあったが、大抵は春に流行し、ハムシンの季節に流行がピークを迎えたほどである。また同じ記録の中で、エジプトのムスリム人口は、コプト政教の復活大祭が始まってからせい、新興臨祭が終わるまでの49日間に数えろ。 とも述べられている。ナポレオンのエジプト遠征においては、フランス軍兵士は、ハムシンによって、苦戦を強いられた。第二次世界大戦時の北アフリカ戦線でも、ハムシンの影響で視界が悪化したり景気が故障したりして、連合国軍やドイツ軍の進撃が阻まれた。イスラエルでは、ハムシンはワシュラブ、あるいは、聖書の記述に由来するルーアカディーム、また単に東風などと呼ばれる。 ありがとうございます。